片山さつき君。はい。去年もこのテレビ NHK 決算の審議で指摘いたしました NHK の平均給与ですが、22年度決算で1185万円だったのが、今年度は1209万円、そして24年予算案では、1215万円ですね。で、衆議院の、審議でも、今日の午前中からのご審議でも、大卒が多いとか、あるいはその頭脳集約型の労働だとかいうことをおっしゃってるので、私は在京の民放4社との比較を持ってきてくださいと申し上げました。ここに在京4社の UFO があります。で、この本社の平均給与は確かに1200万円台で1215万円台でやや高いんですが、こういう資料を私にくれるのは、どちらかというと、飛んで火にいる夏の虫ですね。これらの4社の共通点はですね、作業員のほとんどを連結子会社あるいはその下請けに出しております。4社ほぼ共通して相場感として連結に出している人が3000人、本社にいる人は1000人、その1000人の方の平均給与が1200万円台なんですね。で、 NHK の場合はそういった作業をやっている方はまだ大半が NHK 本体におられます。松本会長、これでも NHK の給与は高くないんでしょうか。公務員は 7、8% 下げております。いかがですか。松本会長。私は鉄道事業をやった経験からしまして、鉄道事業というのは列車ダイヤ、作業ダイヤ、寸分狂いなくその通りやると、こういう仕事であります。で、正確な作業で安全を守る、こういうことになります。NHK の場合見ておりますと、24時間365日、動いているということは同じなんですけども、番組は毎時間毎日、異なります。で、それを質をいかに維持しているかと、こういうことであります。で、それはそれぞれの番組ごとにですね、労働集約産業と先に申し上げましたけども、それぞれのその頭脳が集まって、それをやると、こういう仕事であります。なおかつこれが不規則勤務と、こういう形になっております。そういうことで装置化ができない、まさに人の質、頭脳に依存する、人が全てと言ってもいいんですが、そういうような仕事で NHK が支えられている、こういう感じがいたします。そういう質の人材を常に補給するという形と、先ほどありましたモチベーションをいかに維持するかということが、大変この、NHK のを見る場合に重要なことだと、こういうふうに思います。そういうことから考えますと、その人材をいかに確保するかということで考えると、やはりそういうその質の大学卒業者を集めると、大卒の比率の高い企業とか、あるいは競争するのはマスコミの在京のところでの競争が多いですから、そういうところをいかに見ながらですね、一定の給与レベルを確保していくかと、こういうことが重要だというふうに思います。そういう観点から、もちろん、そういうものについてはいろんな見直しとか、やる必要はありますけれども、一定のレベルが必要だと、こういうふうに考えます。答弁者におかれましては、審議を深めるために答弁を簡潔にお願いいたします。片山さつき君。お答えになってはいないと思います。それから 8.9% の受信料の値下げの問題ですが、何回も国会で3年間の地デジ移行期間が終わったら 10% 下げると、当時は900億円あったわけですからということをおっしゃってますが、お伺いしたところ、この受信料値下げ120、地上契約および口座クレジットに限られているんですが、これが全体の、方のどのぐらいの割合ですかとお伺いしたら 54% と、6割以下に過ぎないということなんですね。で、昨年も、指摘したいわゆる地域スタッフ、受信料調査員の、年収が1000万円で、売上というか、その1000万円分の新たな掘り起こしをしてきたという話を、笑い話として紹介して、そんなことは民間ではあるんですかと、会長に申し上げたら、いや、そんなことは民間では起きませんというお答えだったので、今年は、この地域スタッフですね、だいぶ私、何回も効率化をお願いしてますが、1人当たり人件費はどのぐらい減らしていただけたのか、でその方々はいくらぐらいの受信料の掘り起こしをすると言われているのか、つまり、受信料値下げ、これを本当に 10% やるための合理化努力をどこまでおやりになったのか、簡潔にお答えください。松本会長。お答えいたします。
地域スタッフ の24年度予算 の平均年収は540万とこういうことになっています。昨年1000万を超える人がいるという話は、これは全体3700人ぐらいの 2% で70名ぐらいの人ですが、この方たちはもう大変たくさん の収入を上げるという特別な方でございます。で、大体地域スタッフ平均で言いますと年間520件ぐらい契約をしているとこういうことでありまして、まあ、そういう契約が大体1回契約すると8年間ぐらい続きますので、それを計算しますと、8年間520件 の, 8, あの8年間で約8000万とこういうような収入を毎年確保していくとこういう格好になると思います。片山さつき君、去年に比べればこの点は改善したと思いますが、まあ、2% 70人が1000万円というのは、まあ、ちょっとあんまりないのかなと思いますので、さらなる、改善努力をお願いしたいと思いますが。